あれ撮っちゃった普通にやば恥ずかしい普通に眼鏡してると思わなかった自分がなので撮ります体調大丈夫なんかねやっぱでもなんか体調不良体調不良体調不良,調不良って思ったら体調不良になりそうでした でも普通になんか体調不良だと思ってたけど普通に薬飲んで大丈夫になって元気だったんだけどね元気だったよてるいさんありがとうやっほー母さんお茶ありがとう昨日のお茶ポーズ母さんパンありがとうてるいさん母さんありがとう テリーさんお茶,りお茶ありがとうやったお茶ありがとうそうえ体調は体調は大丈夫普通にあの家の用事で用事があってそうそれで今一旦いるんですけどおうちの用事でいますこちらにボサボサはどうしようもうボサボサだけどいいかてれいさんありがとう体調は元気よかった普通に自分がそのまま稼ぎいいててさ その金はさ、家にボラ行かなくてよかった <laughs> 風邪ひてなかったよかったテリーさんお茶ありがとうきちりさんお茶ありがとうこれ新しいギフトなの飲お茶は一体シェルさんありがとう牛乳にじあふれたさんありがとうおにぎりえ大丈夫なんかなんか普通に薬飲めば治るんだろうねやっぱり喉痛いのもなんかトローチとかで治っちゃうんだよね治っちゃうって <laughs> 治ってほしいけどるさんありがとうひかさやおしどそう一旦静岡におっつようあってそう自炊後にマジでえうちさ自炊後に毎回体調悪くなるよねもう自炊やめた方がいいと思う自分でもあ体調悪くて来たわけじゃないよ普通にでもさそう,そう体調悪くなるのめっちゃ自炊後だよね毎回な気がするでもパンケーキ抜けばお腹痛くなんだかったのすごいよね 賞味期限切れたもの使ったのに。アビビさんありがとう。二条フレさんありがとう。今日は元気に暴れ回ってないですよ。今日なんか都会的な美獣加工しすぎ。<laughs> 加工しすぎかな。あ今日ね。なんか眉毛がなんかうまくいった。っていうかなんか垂れ下がっちゃった。うまくはないかあいつに。垂れ下がっちゃったから。二条古筒さんお茶ありがとう。シルさんありがとう。体調よくなってよかった。ひかちゃんありがとうに。かすみ誕生日。やばい。かすみ誕生日だね。 あれ明日か以上古田さんありがとうゆうにありがとうキッチンさんゆうユうユさんありがとうまあまあ考えてた許さないてかさハンシュタンあれハンシュタンいたよね今ハンシュタンのさかすみんにリペイン施設回ってきたんだけどなんかなんかバレないようにみたいな感じだったけど普通にバレてますからと思っていいねおそ話をかまよっためっちゃ声戻ってよかったそれな だけどなんかでも喉痛い気がするマピノピさんありがとうユユさんミるかありがとう TM さんパありがとうユーニアハトありがとうマピノピさんハートありがと,ユーユーりがとうカナさんユーニアありがとうユーユーさんお茶ありがとう TM さん誰もありがとう○○〇〇さんケーキありがとう t ムさんるまありがとうカンちゃんおにぎりありがとうゆっくり休む了解大丈夫えもう体調は大丈夫 <laughs> もうゆっくりもう休みまくったまるさんおにぎりありがとう自炊のせいありそそれな結婚してえ 家のこと全部してくれたらいいよ。お洋服買ってくれたら考える。お洋服がないんですよ、最近。山城さんおにぎりありがとう。山城さんおにぎりありがとう。おつとさんおにぎりありがとう。トンさんおにぎりありがとう。おつとさんおにぎりありがとう。体調料理そう、よくなったの。高田さん、誰もありがとう。山城さんおにぎりありがとう。山添さん、ありがとう。ありがとう。カレーが気に楽しす。え、大丈夫、普通に。でも、じゃがいもじゃがいもじゃがいものせいかお腹痛くなったのかなと思ったけど、お腹痛くなったのは普通にお腹痛くなったから。 またじゃがいものせいですね初登場のふすま初登場のふすまかな確かにそうでもないかも実家の時はこのふすまとかこれなんか妹のうやば妹のところ占領してる勝手にハイシたおにぎりありがとうさかなクンマイありがとう静岡美人って感じの美人やった嬉しいトムトムさんヤッホーメガネ姿かわいくないやめてくださいハいシタンパンありがとう 加藤さん、牛にありがとうもともさんおにぎりありがとうえっバレてましたからねバレバレでしたよ出てきなんかお墨流れてきてびっくりしたあれうちのファンでしたみんなこうやってこうやってこういうことをするんだって思ってトムトムさんパンありがとうさかなこンナさんあ,なたありがとう俺にもカスミンからのやつ回ってきましたえだよね、回ってきたよね何あれおす,すめ乗ってんの <laughs> もうやめてよほんとにもうもうみんなしてそうやってリプレインにすぐ参加しようとするなんかついてる何これ海苔今これこのやったひんちゃんありがとうラブ山うさんお茶ありがとう牛乳でも飲んで喉潤してそれな喉潤さないと北海道の熊っぱありがとうおにぎり1万以内で探してるからえっやったーい <laughs> やった楽しみ楽しみ嬉しみの前ですよほんとにありがとうございましたでさん待ってるねイーズ王さんヤッホーまるさんお茶ありがとうテレビさん急にありがとう実家バカ広そういやいや広くないです <laughs> 金なついたインプレッション数多くてめっちゃ嬉しかったえっえっ昨日の週びっくりした自分もえ何,何があったのって思ったにカナコはいませんさっきなんか「配信やってる?」とか言ってなんか入ってきたから。 やってないけど、入ってこないやめてっておい出しました <laughs>。こんばんは。おはよう。こんばんは。徳島の日くん、牛乳ありがとう。こんばんは。お茶ありがとう。なんで実家帰っとんえなんで実家帰ってるえ、用事があったから実家の。実家のことがあったから。おかえりのコンありがとう、やッー。 こんばんばは、なんでおすすめにえ、びっくりした、普通に。加藤さん、お茶ありがとう。カンちゃん、お茶ありがとう。イッチさん、おにぎりありがとう。リペン大好きなんだから、許さない。それでも許さない。リペンありに、いつからか分かんない。えー、なお、叶だけでいいじゃん。ヒーター、合ってないな。ほんと、さかななまみれさんも大好き。えー、卒業公こう。うちも行きたかった。やばい、みんな楽しん。 最後楽しんでくださいみなさんおし,しさんとの大切な時間を楽しんでくださいって思ってます心からお家でも何じゃ落ち着いてヤ <laughs> っホーさくさんカンちゃんありがとう牛乳嬉しいオンラインガチャえっ見た栗まんじゅうだっけもうめっちゃかわいいもうやばいあの子書いたい普通にかわいすぎて池部さんヤっホー他の子は一回かなあちゃんいっぱいだから <laughs> 嬉しいちょっと嬉しいちょろすぎ必ずやなあかんだもんね最高ひかちゃん ありがとう。嬉しすしい。新幹線どういうことおべべさ、ヨサーってありがとう。こんばんは。おべありがとう。プータさん、お茶ありがとう。どうし,たら許してくれるのかうーん。かなが喜ぶことをしたら許してあげるかもしれないかもしれない。ヨシカさん、パン、ありがとう。ヨシカさん、おにぎりありがとう。実家でいっぱい美味しいご飯食べてね。了解。平和そうなの、実家にいるからか。平和そう。 そう、でも忙しいですおはようとしさんパンありがとう南光さんあたありがとう南光さんあたありがとうトシさんパンありがとうこんばんは遊びに来てくれてありがとうイカゴぴょんぴょん南光さんあたありがとうトムトムさんフリーリーでありがとういやおまるさん結婚してうーん料理作ってくれたらいいよけどこのごまさんや毎日挑戦しちゃうから太った太ったえ でも大丈夫、かなヲが画面越しから食べてるからやっほーいっくごぴょんぴょんきなこなこぱさん、やっほさゆうちゃん、ありがとう、なんこさん、みのぴさん、ありがとう全部0円で盛りすぎて目玉が飛び出ちゃうおやすさん、やっほまるさん、ありがとう百万インプレッション、え、びっくりしたやば,や,ばや,ばやば、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 やばすぎやばすぎ、普通に見るたんびにさ、数が変わっててびっくりしたっていうお話、まるさん、ありがとう ふすま遅れにしたい。ふすま会は一緒に遅れにしよう。花火さんこんばんは。あるさんありがとう。<laughs> クロフェスありがとうございます。クロフェス皆さんあのクロフェスクロフェスです。 クロフェス本当にクロちゃんさんとお会いした時に1億人バゼンの時に本当に自分クロフェス出たくて出たくてもうずっと出たかったんでお願いしますってめっちゃ言ったのねそしたらなんかまだメンバーは分かんないけどみたいな感じだったのその時はなんか,か人数も限られてくると思うけどでもできるだけ出してあげたいみたいな言われててそしたらまさかのクロフェスに出させていただいてて出ることになってめちゃめちゃ嬉しかったです。 ありがとうございます。マルサさんありがとう。それから皆さんおにぎりありがとうマルサさんありがとう。今日の髪型と角度大人っぽくですけど本当この角度 <laughs> これからこれでやるかな。髪型髪型なんだろうでもボサボサだよ自分すごい。ほら髪の毛もボサボサなんですよほらちょっと赤ちょっと茶色。 ちまきしたけどボサボサですツートあ,ありがとうマルさんあ,ありがとうスラグニャンさんあ,ありがとう食塩じゃないでしょじゃあんでしょさあとたぶん夢であるポテチに囲まれるアクセでやっときました見たよポテチってあれでしょ抹茶のやつでしょもう最高あれ食べたい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 ですお腹が空いてきましたおはよう食い過ぎでギブアップです何食べたの6時間やってもた課題大変だよねやっぱね春休みマサイさんおにぎりありがとうマサイさん,、まんありがとう 押されてるじゃん。広げるため。いやいや、押されてるから出れるってわけじゃないですよ、そんな。南光さん、あとありがとう。まさしさんパー、ありがとう。今日は、オルビソウル行って、きたよ。み、みーちゃんさんの卒業後、こういだった。ね、行きたかった、私も。行きたかったです。滝野さんもね、出演されて,てびっくりしたよね。南光さん、あとありがとう。でも、ね、 行きたかったですロ目覚めとか7日目で読めた,たいありがとう黒ロフェめたかったから嬉しいなこさんあったりがとう今日すごい配信の画質にんでだろう w i f i 切ったあそれとも週の初め月の初めだからギガがいいとか <laughs> それか私のスマホの中のアプリを何個か消したから容量が良くなっすいて画質が良くなったとかかわいいからやったイエーイ すごく頑張ってた白がきかになってきてるえー、おやつありがとう嬉しくて泣いちゃう俺がでもだから太るえ大丈夫でもでもあの大丈夫ですよ <laughs> 適当大丈夫ですよでもポテチ食べても太んない次の日何も食べなければ太んないよそうあのね大丈夫次の日に何か食べなかったりしたらあの太んないから大丈夫です食べすぎたら。 え泣くえね感動したんじゃないでしょうか2.5岸さんがいる間に兵庫で墨退しに来てえええー、ほんとそれなえいつまでなんだろうでももう正規生なさんなわけじゃんいつまでさ墨退やるんだろうねみんなでうんーかわいいやったうれしい静岡水うまいよおいしいなんか水道水とかも普通にめっちゃめっちゃおいしい富士山からの水だから かしらんけどでも多分富士山から飲み水だからめっちゃおいしいよ水道水も明日はあんまり反応できないかもだけど月曜日がかなってほしい,いああプノピプさん元気で生きてこうね一緒にこれからも人生一緒に歩もうね頑張ろうね大変でも寂しいよねおしさんがいなくなるって明日からも頑張ろう今日が失意んでなんでだろうおしさんこんばんはそういえばだいぶ前に当たったきょんこさんの何名様にしたか しか当たらない写真生写真いるえっそんなの私がもらっていいんですか <laughs> そうねお姉ちゃんとも久々に会ったんだけどお姉ちゃんも日向坂さん好きでそのなんだっけあの新曲の曲について話してたんだけどねなんかめっちゃ好きってお姉ちゃんは言ってたなんか。 もう前のやつが戻ってきた感があってなんかもうひなた坂って感じがしてもうめっちゃ好きなのってお姉ちゃんがなんかずっとなんか言ってた言ってましたさっき「胃の中トントン説えやば自分トントンしてるわどういうことこういうこと今日も一日お疲れさま橋さんお疲れさ可愛くないよのりさんポップカーありがとうみのりさんすごいって言ってあれ、は。あ それが南さんのファンで自慢付きそうなんでえそうなのかとかさ 2D かと思ってさ4月18日2.5期は最後という噂あそっかあそっか自分もともとえでもさそしたらさ自分ってのところさリサありさこじゃないちょって言った安住さんのところでさ誰も出れなくないいないってことそれで僕とやるってこと僕ってか僕といつ次やるのかもわからないしさどんぐらいやるの続かるのかもわからないよね全然。 圧倒的盤面だよねえ、バブじゃない赤ちゃんじゃないのよ大人だよ1時間ランニングしてるのになんだかええちょでもえ一1間ランニングしてたらもうトントン説ですよそれはトムトムさんパンありがとうえマグロの刺身食べえそれやばいってなんでそんな食べるのあええ沖縄沖縄え沖縄おしなさせようハンシたん大丈夫大丈夫だよ気持ちはみんなわかるよ 確かに寂しいよね。もう寂しくなったらうちのところ来てね。助けてあげる。いいよあげる。矢田孝ができた。え、ね、見たなんか。お疲れ様までした。どういうことしょげこっちゃん好きお姉ちゃん見てたな。間に合ったかな矢田孝曹操の人だった。え、まじでおもろ。どういうことなんで判明するのいないわ、笑う。 え、金最後のシーンもう嬉しいマニュアルイエーマサダヤさんおにぎりありがとうおにさんはたありがとう誰かシンプルで練習中え気になる気になる金谷のプレゼントは服とか服えっ嬉しすぎる靴は23センチですたぶん服は S サイズですあ M あでデボッと着たい時は M でいいですハローさんケーキありがとうポッコありがとうねえスイカありがとうおにぎりって感じで ひ開きすぎた13位すらごいにゃさん12シェルさん10位あっ12位 TM さん11位シェルさん1二位まるまるさん9位ゆーゆーさん8位ッチンさん7位カンちゃん6位吉川さん5位ハンシタン4位マビノピさん4位まびのぴさん三んいたむとさん2位山昌さん1位はテリーさんテリーさんいつもありがとうこれからもよろしくねテリーさんありがとうございました M サイズ <laughs> おもろみんなもう M 切れないんじゃないおやすみー でもダボって着たいのは M がいい S はちょっとちょっとズボンとかでも S, S 履いてる <laughs> なんか恥ずかしいズボン S とか足短い人みたい高木さんお疲れありがとうでも服は M とかの方がダボって着れるから好きです